皆さんこんにちは。最近気候が暖かくなって我が家でもそうめんを食べる機会が増えてきました。今日は甘辛ソースで食べるビビン麺をご紹介しようと思います。材料はこちらです。キムチを細かく刻みます。まな板でキムチを刻むと色がなかなか落ちにくいので、包丁でキムチを細かく刻むときには牛乳パックを使っています。ヤンニョム合わせ調味料を作ります。そうめんを指定通りの時間で茹でて、流水でよく洗って水を切ります。ヤンニョムと茹でたそうめんを混ぜ合わせれば出来上がりです。ビビン麺の完成です。お好みでサンチュやキュウリ、ゆで卵を添えてもいいと思います。韓国ではお肉と一緒に食べたりもするので、今日はサムギョプサルも添えてみました。ではいただきます。と一緒に食べます。この味美味しいです。サムギョプサルとこの甘辛ソースの相性がほんとバッチリ。お酢の効果もあってさっぱり、粉唐辛子も入っているので後味ピリ辛。これ暑い夏にはもってこいのレシピだと思います。今日は暑い季節になると食べたくなるビビン麺を作りました。ヤンニョムを作って茹でたそうめんと和えるだけの簡単時短レシピです。ぜひお試しください。それではまた。